ました。ただ温めといて。今日は新年会ということで、マネージャーさんたちと蒲田のニーハオさんに餃子を食べに来ました。ありました、シャンシャンです。ニーハオさん、餃子を、大好きな餃子を蒲田まで食べに来ました。早速いただきたいと思います。今日はコースを頼んでます。焼き餃子か、噛みつき。私の餃子の食べ方はご飯になってから一年食べることが増えてる。お酢入れないんですよね。シンプルにラー油を入れます。あ、山田さん、あ、美味しそう。もちしてて肉厚ジューシー、美味しい。中の具材入れます。もちもち肉厚。やばい。初めてこんなに厚い皮の餃子食べた。歯ごたえバッチリ。蒸し餃子と小籠包で食べたいと思います。蒸し餃子初めてです、私。いただきます。なんだこれ、うん、初めて食べた。おいしい。小籠包よりも皮が分厚いから食べ応えはあって、でも餃子よりは美味しいのか、すぐ口にスルスル入る感じ。小籠包も食べましょう。いただきます。大丈夫ですか。食べ物になったので喋れる。戦闘態勢の水餃子なんだけど、なんて言ったらいいんだろう。皮がもちもちで、薄いイメージだけど水餃子って結構肉厚でジューシー、歯ごたえもあってもちもちしてますけど美味しいです。餃子スタイル2020年の目標ですか。新しいことに挑戦したい。去年1年は環境も変わって、あまり余裕がないまま環境になれることとかが必須な1年間だったから、最後に所属を受けて、2020年はもっと夢に向かって新しいことをしたいなと思って、すごい楽しみな1年だ。すごい楽しみ、なんかわかんないけどワクワクして。私めっちゃあるよ。
ないと餃子作るの。お母さんの餃子がすごい美味しかったんですよ。お母さんの餃子が大好きで、家族みんなほんの1人50個とか食べてて大好きで、食べててお母さんがなんか突然いつしかめちゃくちゃめんどくさくなったの。お母さんがそんなようだったら自分でやってくださいって言って、まあ、お母さんやりたくありませんそれで自分でやるようになってからすごい上手くなった。マレーシア行った時いいなぁ、ライオンのレッスン。それはシンガポールマレーシアって何ですか。え、シンガポールだと思ってた。マレーシアって国でなんかショットワークあられる知ってますよ、それぐらい旅行行きたいですよ、いっぱい。タイとかベトナム行ってみたいです。小籠包と水餃子、エビ水餃子とどっちがいいですか。でもエビ焼き餃子っていうのがあそこにあって、それが美味しい。それも頼みません結構不思議ちゃんって言われるんですか。東京に来てから不思議とか変わってるって言われること多くて、で言われたことないんですよ今まで。不思議とかなのに不思議ちゃんってすごい言われて、めっちゃ不思議だなって。何なんだろう、まあ喋るとバレそうだからやめる。シャンシャンやばい、ね、漢字2文字だったらシャンシャンかなって思う。会ってみたいのは千鳥の子で、最近好きなのは四千頭身さんとか、すごい面白いし、じわじわめっちゃ。あとはロバートさんもずっと好きだし、ナイロン DJ っていうのをやって、着てるナイロンのジャケットをするだけでの職業がナイロン DJ なんで面白い。最後まで見てくださりありがとうございました。大好きな餃子企画第1回目ということで、今日は新年会で蒲田のニーハオさんで餃子を食べました。美味しい餃子とすごく楽しい時間でした。飲みすぎましてご飯も食べまして、とっても楽しくなっておりますここで最後に恒例にしたいと思ってるんですけど、俳句を作ってみました。聞いてください五七五でした。いきますよ。ニーハオはパリパリ肉厚ハオチーナ。はい、こんな感じです皆さん蒲田に来た際にはぜひニハオさんに立ち寄ってみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。